皆さん、こんにちは。テレビや映画、ラジオで活躍する芸能人の中には難病に苦しんだ過去を持つ人がいます。自身の病気について語ることはなかなかないので、この人病気だったのと思うような意外な人も。今回は難病を患った芸能人を紹介します。坂口健二。坂口さんは2018年3月31日難病による無期限の芸能活動休止を発表しました。坂口さんが罹患したのは特発性大腿骨頭壊死症。股関節にある大腿骨頭の周囲に血が回らず壊死してしまう病気で、坂口さんは3年ほど前に発症し、ひどい時は歩けないこともあったそうです。手術をしてリハビリを続けていたものの、俳優を続けることは難しいと判断し、活動休止に至ったようです。所属事務所も退社してしまいましたが、事務所は坂口さんから申し出があればいつでも契約したいとコメントしていました。桜井和俊。日本の音楽界のトップを走り続けるバンド Mr.Children でボーカルとギター、さらに作詞作曲を手掛けている桜井和俊さん。桜井さんは2002年7月小脳梗塞を患いました。2002年はバンドの10周年記念の年で、アルバム It's a Wonderful World のリリースされました。全国ツアーも予定されていましたが、桜井さんの病気が判明したためライブは中止となりました。幸い後遺症は残らず順調に回復し、2002年の年末には1日限定で復活ライブが開催されました。星野源。逃げるは恥だが役に立つで大ブレイクした星野源さん。2012年にレコーディングをしていた際、くも膜下出血で緊急搬送されました。後遺症が残る可能性もあり、全開は難しいと医師から説明を受けたそうですが、数ヶ月ほどで復帰を果たしました。復帰して間もなく再手術が決まり、芸能界を再び休業。2014年2月に改めて復帰しました。障害が残らず、さらに逃げ恥で大活躍するなんて奇跡的ですね。芳根京子。2016年の NHK 連続テレビ小説べっぴんさんでヒロインを演じた芳根京子さん。彼女は高校1年生の時にスカウトされて芸能界入りしていますが、実は中学2年生の頃にギランバレー症候群を発症していました。ブログでファンから大きな病気になったことがあるかと聞かれて、この難病にかかったことを打ち明けました。病気を患っていた当時は大変な毎日の中で楽しいことを探して後ろ向きな気持ちに負けないように頑張っていたそうです。ギランバレー症候群は運動神経に支障が出る難病ですが、ホーコンさんは見事完治して持久走で1位を記録したこともあったそうです。渡辺謙。今では日本を代表する俳優の渡辺謙さん、娘が女優の杏さん、息子は俳優の渡辺大さん、現在の妻は女優の南加穂さんという輝かしい芸能一家です。渡辺謙さんは1987年に大河ドラマの主役に抜擢され、高視聴率を叩き出しかなりの人気を博していました。しかし翌年に急性骨髄性白血病を発症してしまいました。1年間の闘病の末、なんとか仕事ができるまで回復したものの、以前と同じように仕事をすることはできなくなってしまったそうです。1994年に病気が再発し、再び治療をしてその翌年に復帰。しかし話題になる作品ができなかったため、悪役やかっこ悪い役にチャレンジして新たな道を開き、2003年公開のハリウッド映画ラストサムライではアカデミー賞助演男優賞とゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞して国際的な俳優になりました。高橋メアリー淳。高橋メアリー淳さんは日本とフィリピンのハーフで、キャンキャンの専属モデルなどのモデル業をこなす一方、女優としての評価も高く現在ドラマに引っ張りだこ。妹の高橋優さんもモデルで、弟の高橋裕二さんはプロサッカー選手です。高橋さんは血便が出るようになって病院へ行き、検査を受けたところ潰瘍性大腸炎を患っていることを告げられ、2013年、ツイッターで自身の病気を公表。すぐにお腹を下してしまうため、いつもトイレが近くにないと不安でおむつをして撮影に臨むこともあったといいます。さらに2018年1月22日に発売された著書ディフィカルト、イエス、インポッシブルの私の不幸が一つ欠けたとして、ね、子宮頸がんを発症した過去をカミングアウト。少し体調が悪化して婦人科にかかったところ、がんが見つかりました。現在は回復に向かっているとのことです。この本をきっかけにファンの女性たちにも子宮頸がん検診を受けてほしいと語っていました。和田アキ子。
和製リズム&ブルースの女王として一世を風靡した歌手の和田アキ子さん。1981年に子宮がんが発覚し、生きるためには子宮を全摘せざるを得なかったため、子供を産むことができない体になったそうです。またその後、肺気腫、シェーグレン症候群といった病気も発症しています。原因はタバコの吸い過ぎだと思われます。和田アキ子さんはそれまで1日2箱タバコを吸うヘビースモーカーでしたが、医師からこのままタバコを続けたら歌えなくなると言われ、禁煙を決意したそうです。シェーグレン症候群は原因不明の難病で、和田アキ子さんは涙や唾液が出づらいといった症状が出ています。そのためいつも水を持ち歩いているようです。神木隆之介、神木隆之介さんといえば子役としてデビューして有名になり、今ではすっかり大人のイケメン俳優として高い演技力で数々の話題作に出演されています。神木さんは実は子役としてデビューする前に生存率 1% の難病を患っていました。病名は明かされていませんが、消化器系の病気でミルクが飲めなかったのだそうです。生きている証を残すために母親が芸能界に入れたそうですが、生存率 1% から奇跡的に回復を遂げました。今井翼さんといえばジャニーズを代表するアイドルの一人で、2002年からタッキーこと滝沢秀明さんと共にタッキー&翼として活動し、2010年にはソロデビューを果たしています。今井さんはもともと右耳の突発性難聴に悩まれていたそうですが、2014年10月舞台五右衛門石川五右衛門の公演中にひどいめまいを起こして検査入院したところ、メニエール病と診断されました。その後しばらく仕事をキャンセルして休養に専念した後、同年12月に復帰。しかし2018年に再発してしまいます。活動を休止して上演予定だった舞台も降板しました。若槻千夏さんは2001年にグラビアアイドルとしてデビューし、サバサバした明るいキャラクターで一躍売れっ子になりました。2012年に一般人男性と結婚して女の子を出産、さらに2017年には男の子を出産し、現在2児のママです。一時期激痩せしていた頃があり、ファンから余命わずかなのではと心配されていました。ファンの心配を受けて潰瘍性大腸炎という難病にかかっていることを告白。この病気はストレスが原因で発症するとも言われています。この病気は良くなったり悪くなったりを繰り返すようで、病気と長く付き合っていく必要があるみたいです。徳永英明、壊れかけのレディオや輝きながらをはじめ多数のヒット曲を輩出してきた徳永英明さん、2016年3月3日自身のホームページに徳永英明に関するご報告という文章を掲載し、その前月にモヤモヤ病による脳梗塞を予防するため手術を行ったことを報告しました。モヤモヤ病とは、脳の血管の画像を撮影した際異常血管網がモヤモヤした感じに見えることからこの名前がついたそうです。いかがでしたか？奇跡的に回復した人もいれば、今も病気と向き合っている人もいるようです。芸能界で売れるとボロボロになるまで働くこともあると言いますが、あまり無理をされないで、これからも活躍されるよう応援していきたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。